T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。お久しぶりのブラッドステインドです。久々だねー。なんと今回、大型アップデートが来たので、歓喜しながらプレイしました。そうなんだよね。大きな追加点は2つ。まず残月でプレイできる残月モード。そしてランダム要素を取り入れた、ランダマイザーモードです。ただ、なぜか表示されてません。どうやら一度クリアする必要があるみたいなのです。そうなんだ。はい、クリアデータが入っててもダメでしたね。そしてずっと前に購入したはずの DLC。北米版のせいか、未だに導入できてません。日本版には導入できたので、またいずれお見せしようと思います。お楽しみに。ラスボスなのにこれが効いちゃダメー。ノーダメメダルも楽だね。え？何これ？あれ、エンディングが違うね。おお、残月の影。そうか、エンディングも初期と変わってるんだな。やっと新しいのが見れたね。さて、一度クリアすることでようやく、ランダマイザーモードが出てくれました。残月モードは次回あるのでお楽しみに。今回はこちらを見てみましょうか。そうね。冒頭でも書きましたが、完全にネタバレ注意です。さて、どういうモードなのかというと、主にアイテムについて自分で設定できます。へぇ。まずゴールをどこにするか。Gベルを倒して終わりなのかラスボスまで行くのか。そしてアイテムは基本シャッフルになりますが、必須アイテムの中でシャッフルするのか、それとも完全にランダムになるのか。セーブとワープもミックスとかできるんだね。はい。これは武器が出る宝箱からは武器が出るのか、それすらもランダムにするのか。あ、で、が被ってる。ゴジね。敵からのドロップも、シャードやアイテムをランダムにするのか、いろいろ設定できるってわけ。なるほどねー。本来あるはずだったローグライクが中止になった代わりに、このランダマイザーが作られたようです。自分でできる縛りプレイみたいだね。そうですね。どれか一つとかでも面白いと思いますが、どうせやるなら、やっぱりカオスでしょう。ということで全シャッフル。大丈夫。どんな混沌が待っているのか。不安ですがかなり楽しみです。皆さんもぜひプレイしてみてほしいですね。そうね。短めにGベルまでとしようかな。積むかもしれないし。ありえるわね。この設定で何度始めても、おそらく毎回展開が変わるので、何度でも楽しめる、ということでしょうね。そうか、そうなるのか。あ、なるほど、一応タイムアタックでもあるんだ。はい、こんな感じ。本来武器が入ってるはずなのに、ダイヤモンドとか出ちゃいます。それはそれですごいけど。ノーマルで始めましたが、これを見てください。なーに？え？ダメージは1です。なんで？武器がないので攻撃力が1なんです。なんでもいいから武器がないと無理だな。早速積みそう。ぐは？武器じゃないけどこれ強い。確か東洋で手に入るやつですよね。かなり後半じゃない？ランダムということはこういうことでもあります。序盤から最強武器ゲット。そんなことも夢ではないのです。そういうことか。すべては運次第。どうですか？面白そうでしょ？宝箱の度に一喜一憂だね。開けるのが病みつきになりますよ。おお、これは序盤に手に入る。コスプレ装備でもあります。お金が出ることもあるんだね。それもシャッフルされてますから。
こんなやつ倒せる気がしないので。もう強引に抜けちゃいます。うお、HP 上限アップとか。それも宝箱に入ってるのか。何が来るのかわからない。非常に楽しみ。レシピとかもあるな。なのに武器が出ない。一番欲しいものほど出ないよねー。物欲センサーが今回も働いてるようです。本棚とかは一緒なんだな。ここら辺は宝が多いから一個くらいは武器が出ろよ。全然出ない。これはさすがに。うわ、レシピじゃなくて銃をくれ。来た。ようやく。しかもこれかなり強いですよ。やったー。うお、連続。さっきまで全然出なかったのに。そういうものね。この剣は庭園とかで使えるレベルですよ。ここの敵なんて楽勝ですね。一気に楽になったね。やば、めっちゃ楽しい。何度やっても同じ展開にはならないというのが動画向きでもありますね。そうね。で、シャード。シルバーナイト？はい。こんな序盤で仲間になっちゃった。いいのこれ？ただ、炎がないっていう。そうか、点火できない。あ、なんだ開いてた。基本的に詰まることはなさそうだな。ちゃんと計算されてそうね。ほほう、有用な素材が出てくる。あ、ここは隠しだ。エメラルドが埋まってました。面白いわー。え？アイムール。マジかよ。これかなり強いです。水中で使うとさらに強くて。つまり水中に進むときにゲットする武器です。だいぶ端折ったわねー。もう一撃なんだけど。この船はもう問題なさそうだな。展開次第ではあっという間にクリアできそう。ですね、序盤でいかに強い武器が出るか。運でプレイタイムが大きく変わりそうです。まだ5分なのにこんなに強い武器。宝箱の色とかもう関係ないので、見つけ次第どんどん開けていこう。うわぁ？こんな序盤に。シャードすらそうなるよね。MP コストが時期に見合ってない。転送石。いいかといい。これ使ったら村に帰れるよな。いや、まずはセーブしてからにしよう。もしかしたら不具合が起きるかもしれないし。ここのボスをスルーすることになるよね。そんなこと許されるのでしょうか。でもできたら面白いよな。まるで別のゲームみたい。ランダムってのはやはり面白いですね。予想が全くつかないし。セーブしたので使ってみます。うわ、これちゃった。一気に飛ばした。そもそも会話イベントとかも飛ばしたけど、大丈夫なんだろうか。おお、握るよ。よろしく、その情報。わかった。私が集めた。よろしくお願いします。仕事は私の旦那の弔いさ。ぶっ殺しておくれ。来た。これが聞けただけで満足です。お金もまあ嬉しいかな。この時点でこんなに持ってないだろうし。あれ、あんちゃん。いらっしゃい、強いお姉ちゃん。あれ、ドミニクはいないの？お姉ちゃんはね、もしかして会話してないから。だから一人でお店番してるんだ。そう。でも問題ないよね。大丈夫。え、大丈夫かな。不安です。何買ってくれるの？売ってるものも全部違う。あ、そういえば
何このラインナップ。最初からいいものが買える。ドラゴンの卵とかめっちゃ嬉しい。うーわ、カシミヤとか。だか。うへぇ？これ欲しい？あー、バルマンウェみたいなやつだっけ？確かそれの素材だったような。こんな序盤に最強レベルの武器が置いてあるし。これは面白いぞ。お金さえあればいくらでも強くなれそうね。まあ基本的に買うよりも錬成した方が安いので、武器を買うことはそんなにないかも。うお、プレアですとか。クリアした時に使ってたよ。もうそれがあれば安泰じゃない。いやあ、夢があるなあ。あ、鍵はもらえないのか。元気出して、おばちゃん。あれ？おや、間違いかい？報酬まで違う。田舎に待っとるよな。よいしょ。うん？ふぅ、そうだ。あ、イベントが飛ばされたのか。ドミニクがいないから。どうなんだろう、ちゃんと進めるのこれ。鍵もらってないけど。あ、開いた。普通に進めますね。よし、じゃあ錬成も見てみよう。いやあ、来たね。ちょ、500G で何を作れと。さあ、今日はどうする？素材じゃなくてお金。何も作れねえ。いや待てよ。そもそも要求される素材が違うんだ。これとかひどいぞ。マフラー作るのに必要な素材の方が貴重すぎる。そうか、そうなっちゃうんだね。え、何これ？バズマスク。こんなのあった？初めて見るね。これもアップデートで追加されたのだろうか。うーわ、これ見てると錬成は無理そうだな。そうねー。これとかどういうこと？貴重な剣が50本も必要なんですけど。めちゃくちゃ。それで作れるのが毛皮一枚っていう。物の価値を知らんのか。まさに混沌だね。かと思ったら火の玉でこんなの作れちゃうし。これならすぐ作れそう。基本的にめちゃくちゃだけど、見てるだけでも面白いなぁ。また謎のヘルメットとかあるし。この辺とか悪魔の心臓で作れますよ。え、全部同じ素材。ショートソードを作るのはバカらしいけど、もしかして8ビットコインの代わりなのだろうか。調理の方は変わってませんね。逆に残念な気持ちになるのはなぜだろうか。ほんとね。強化も同じでした。一度連成したアイテムは。さて、こんな感じのモードです。次回からは残月モードを進めていきますが、いずれこの続きもお見せしようかと思います。お楽しみに。ノクターン。また見てね、ノクターン。